美しき姫君個人像、美しき姫君は15世紀後半に描かれたとされている絵画。正規ルネサンスの巨匠レオナルド・ダ・ヴィンチの新作では、ないかという可能性が論議されている肖像画である。この作品は、洋紙にパステル、ペンとインク、炭水彩りなど、複数の絵画技法を用いて描かれた作品であり、大きさは 33cmx22。 センチメートルとなっている。美しき姫君は2007年に現在の所有者が購入し、パリのリュミエールテクノロジー社がこの作品に対してマルチスペクトルスキャンを実施してデジタル解析を行った。このデジタル解析は美術品担当の法科学者ピーター・ポール・ビロが担当し、その結果、ダヴィンチの未完の会が荒野の製品エロニムスに残っている指紋と告示した指紋を 美しき姫君から発見した。オックスフォード大学名誉教授の美術史家マーティン・ケンプは、美しき姫君に関する書物を表し、この作品に描かれている女性は、ミラノコールドビーコス・フォルツァと、愛称ベルナルディーナデコラーディストの娘、ビアンカス・フォルツァであり、後に、美しき姫君と解明された作品であるとしている。画面左上部の赤い円で囲まれた箇所から、 ダヴィンチのものらしき指紋が発見された。2009年5月にホッタ・アンド・ストトン社から出版されたケンプの書物の概要は次のようなものである。この作品は1490年代に流行した最先端の衣装を身にまとい、ミラノ宮廷風の髪型をした大人になる一歩手前の少女を描いた肖像画である。スフォルザ家の若い女性たちを消去法で選別していった。 結果、ケンプは描かれているモデルが、ミラノコールドビーコスフォルザの被着室し、ビアンカスフォルザであると結論付けた。1496年にわずか13歳のビアンカは、ミラノ広告軍人、ガレアッツォダ・サンセベリーノと結婚している。夫となったガレアッツォは、レオナルド・ダ・ヴィンチの後援者だった人物である。しかし結婚後数ヶ月で、ビアンカは、 子宮外妊娠と思われる腹部の疾病で死去してしまう。そして、この溶接したミラノ工場を痛む溶皮脂に書かれた鹿臭が編まれた。このような周囲に愛された淑女の肖像画は婚礼などの祭礼時をはじめ、特に死去した際に検じられた鹿臭の扉絵や挿絵として制作されることが多かった。デジタル解析と実地調査の結果、美しき姫君から、 次のような物理的、科学的物証が得られた。憲プの結論に対して賛同意見を表明したダヴィンチの専門家も多かった。3位を示した専門家にはカルロペドレティ、ニコラスターナー、アレッサンドロベッゾー氏、クリスティナ・ジェット、クラウディオ・ストリナーティ、ミーナ・グレゴリなどがいる。しかしながら、美しき姫君がダヴィンチの作品であるという説に対して、 賛否を保留している、あるいは否定している、専門家もいる。疑問点として20世紀以前の来歴が存在しない、ことが挙げられており、生前からダヴィンチが得ていた名声を考慮し、さらに描かれているのが、メーカス・フォルツア家の一員であるとするならば、来歴がないのはあまりに不自然であるとする。さらに洋皮脂が、本当に、数世紀前のものだとしても、願作者が、 その当時の古い洋紙を入手するのは特に難しいことではないともしている。現在ダヴィンチ作のおよそ4000点のドローイングが残っているが、洋紙に直接描かれたものは存在しない。ダヴィンチの研究家ピエトロ・シー・マルアには、美しき姫君が左利きの芸術家によって描かれているということも疑問視しており、過去のダヴィンチ作品の元作者たちの中には、 左利きの特徴を真似ることができたものがいたことを指摘した。さらにマラーには、洋皮紙表面の状態、単調な細部表現、特定の箇所の顔料の使用方法、クラクリュールの欠如、精巧な表現などについても疑義を呈している。特名を希望するある美術館の館長は、美しき姫君は、お笑い草の20世紀の岩作であり、作品に見られる損傷や、 修復の後も、不審極まりないとしている。ロンドンのナショナルギャラリー館長、ニコラス・ペニーも、ダヴィンチの企画展を開催するとしても、ナショナルギャラリーは、美しき姫君を貸してほしいと頼んだりはしないと、断言している。ウィーンのアルベルティーナ美術館館長、クラウス・アルブレヒト・シュレーダーは、レオナルドの作品であると、断言できるものは誰もいないと語り、 16世紀、イタリアのドローイング研究者、デビット・エクサージェンも、元作ではないかと書いている。ダヴィンチのドローイング研究の第一人者の一人で、メトロポリタン美術館のカルメン・バンバックとバンバックの、同僚のエヴァレット・フェイも、美しき姫君が、ダヴィンチの新作であるとは認めていない。法科学者の中にも、ピーター・ポール・ビロが発見した指紋を疑問視している、複数の専門家がいる。 美しき姫君に残されている指紋はあまりにも不明瞭であり、証拠として採用することはできないとし、ビロが比較対象として告示していると結論付けた荒野の聖ヒエロニムスに残る指紋自体が非常に不鮮明なもので、作者の特定にはそもそも使用できるものではないとしている。指紋がダヴィンチのものではなく、間違った結論を出したのではないかと尋ねられたとき、 ビロは確かにその可能性はある。答えはイエスだと返している。ケンプの書物には美しき姫君がダヴィンチの作品がどうかを疑う記述はない。このことに対してリチャード同盟とはデイリー・テレグラフにケンプの書物が学術的論文を起としたものだとすれば一定の評価を得た美術史やが書いたものとしては分析方法が偏っていると言える。 ビーロが調査中の少女と呼んだ美しき姫君に関するこの書物は美術史論ではなく単なる個人的意見の表明に過ぎないとする書評を掲載したドイツロマン主義ナザル派のドイツ人が形の作品を再評価したことで知られる美術史家フレット・クラインはサンタフェニューメキシカン氏の第一面に美しき姫君は19世紀初頭のローマで イタリアルネサンス期の巨匠たちの作風と画題を再現しようとしていたナザレ派のドイツ人画家ユリウス・シュノル・フォン・カロルスフェルトが1820年頃に描いた作品ではないかという論文を掲載している。クラインはマンハイムの州立美術館が所蔵するハンナフ像など3点のフォン・カロルスフェルトが用意しに描いたドローイングに着目し美しき姫気味に描かれている女性は マンハイムのドローイングに描かれている女性と同一人物であり、美しき姫君は理想化されたルネサンス様式の作風で描かれているだけだとした。美しき姫君の当初の所有者だったジャンニーのマルシの未亡人ジョアンナがオークションハウスのクリスティーズを相手取ってニューヨークの裁判所に訴訟を起こしている。クリスティーズは1998年にマルシュからの依頼で 美しき姫君を19世紀初頭のドイツ人画家による作品としてオークションにかけて売却した。その後、美しき姫君がダヴィンチによるもので莫大な価値のある作品ではないかと騒動になったため、オークションに出品したサイのクリスティーズの不注意による作者特定のミスと不適切な取り扱いで作品が損傷を受けたとして告発したのである。この訴訟の過程で、 マンハイムのドローイングと美,美しき姫君の存在が最初に知られたのは1998年にニューヨークで開催されたクリスティーズのオークションである。この時には19世紀初頭ドイツ人画家によるルネサンス風のドレスを着た少女の横顔として出品され19000ドルの価格で落札された。2007年に再度別人に売却されており、 その後スウェーデンのヨーテボリで開催された展覧会に出品された時には、ダヴィンチの新作であれば1億6000万ドル以上という評価額が提示された。ありがとうございます。